本当にありえない。あっためてるじゃんね。俺が一番真剣に話聞いてんだよっつって、前代未聞なんだよ。あ、これやっちゃったなと思ったけどね。お疲れ様です。お疲れ昨日レアの虎でしたけど、どうでした？いや、もう死ぬほど疲れた。もう本当にありえない。本当にすごいからね。まあ、そもそもほらオファーもらったじゃん俺はね、出てくださいって言われて嫌だったけど、まあ、いろんな人そうだし、本の宣伝してくれるっていうか、人気あるチャンネルじゃんね、ちょっと言おうかなと思ってさ、でそれでまあ出ることをしたんだけれども、そもそも令和の虎とか見たことないじゃんね俺ね。マネーの虎すらも見たことないし、だけどまあ宣伝だし頑張って出ようかなと思って出たわけ。オファーかけてくれたね人がいるんだけれども、俺このキャラで大丈夫みたいなね。でそんなにあの皆さんほどすごくないぜ全然俺はみたいな。でそれでもいいです、そのままでいいです。で俺台本とかそんなもん何も読めないし、内容も何も分かんない、もうそのまま出てくださいって言われた。あそうで行ったのね。そしたら西新宿のもうすごいビルでさ、もうワンフロア全部レバーのとこなのね。もうガチな何もう会社みたいな。おいこうなってんだね。お邪魔してます。すごいもう本気だわみたいな。俺なんかどっかのちっちゃいスタジオとかで撮んのかなと思ってたの。そうですね。いや違う、本当にもうスタジオが全部最初からできてるじゃんね。もうほらどういう風にやってるか分かんないけど、真面目なのよみんな。ちゃんとその番組チャンネルのこと真剣に考えてるような、なんかもうタレントさんなのよ皆さんね、多分ね。もうねあれってそこで思ったけど、俺このキャラまずいんじゃないのと思って。俺基本ふざける人じゃんね、どこ行っても。うん、そうでしょ、ね、大体ふざけるから俺はね、面白おかしくするのが好きだからね。そうふざけてやるんだけど、俺どういう感じでやりゃいいんだろうみたいな感じ で、まあ、控えすぎて出演する人たちと、まあ、簡単に本当に簡単だ、喫煙所でちょっと会ってちょっと喋ったぐらいの簡単な挨拶で始まって、まあまあ事前に何かその志願者がどんな人かも教えてくれないし、じゃあこう座ってくださいみたいな。でみんなさーっと並んで、こういう流れで進めますとかね、そういうのあるのかなと思ったら、じゃあ撮影開始しますみたいな。ええちょっと嘘でしょみたいな。ええ始まっちゃったじゃんみたいな。リハーサルとかないんですよ。ないよ何も。いきなりぶつけ本番で、しかも説明も何もないじゃん。で切り抜きみたいな動画で出てきたことあるから、志願者になんかボロクソ言ったりなんかしてるんだよね、流れしてたんだよね。だからまあ内容にまあなんか意見すりゃいいのかなと思って。でまあ、意見をしてたんだけれども、まあ、その人は建築家の方だったんだけど、だからもう一応建築じゃんね、うん、そうだからもう内容っていうのはまあ少しは分かるんだけれども、他の人たち何も分からんじゃん、ね、お医者さんだったりラッパーだったり、なんか俺しか分からないから、まあいろいろ話を、まあ、どう見ても数字がおかしいわけよ、こんなんでできるわけないじゃんみたいな。再生するにあたっての数字があるわけよね。でまあいろいろまあね、ちょっと嫌なことも言っちゃったかもしんないんだけどさ、って言ってたら、その岩井さんっていうの、そのマネーの虎から出てる、もういきなり小沢さん、あんたはねと、なんかね、この人を落し入れたいのかって、なんかそんなこと言ったんだよね。で、小沢さん、ちなみにここの趣旨とか、内容とか分かってるんですかと。いや、分かんないですって言って、何も聞いてないし、ね、そのままでいいって言われたし、みたいな、いや、分かんないですよ、みたいな。で、そしたら、そのなんか、一番端っこの人だけがお金を出すんだと。あ、俺らは出さないのみたいな。まあ、もうそんな出してる余裕なんか俺はないから、ね、あれだけど、そうなんですかって言ったら、そんなことも知らないんですかみたいな感じで怒られて、でうちのチャンネルはこうでこうで、であんたの言ってることはねと、この人を全く陥れるとかそんな風に言ってるんだみたいな感じで怒ってきたから、じゃあ俺もあったまったからね、そこでね、あったまってるじゃんね、そんな、だってこのキャラでいいって言うじゃんね。いきなり良いスタートで始まるし全然わかんないじゃん、俺のことひどいだかなんだか言うじゃんね。でも俺真剣に聞いてたんだよね、的確なアドバイスとかね、するべきじゃないのかみたいなこと言うから、じゃあ今からやるわみたいなね。で怒ったよ俺も、だからね、言い返したけ、虎の人たちいっぱいいるだけ、この人たち何も分からねえじゃねえかっつって言って、俺が一番真剣に話聞いてんだよっつって言って、で切れた。それ撮影中です。撮影中、まあ、なんか分かんないけど、そっからあの岩井さんっていう人にタメ口でなんか俺喋ってたらしい。俺もちょっと本気で頭きたから、バーってもうめちゃめちゃね、タメ口で、番組的にはすごい面白かったし。そうだね。そうらしい。暴れちゃった。本当に暴れちゃった。暴れたっていうか、文句言われたから文句言い返したんだけどね。あの、令和の虎に初めて出た人で、その岩井さんって一緒にタメ口で文句言った人は前代未聞なんで、ね、話聞いて、そっから真剣だよね、こっちもね。もうヘラヘラなんかしてちゃんと真剣に聞いてさ。ルールが分かったから、その時に。撮影中にルール説明するんじゃねえよ、と思ってね。
最後なんか応援しますとかなんかいろんな普段のじゃあまあね俺はお金資金的には厳しいけどさ俺はねだからまあ業者さん紹介したりなんだっていうのはねできないことじゃないからじゃあ応援しますっつってでまあ撮影が終わってで終わったらみんなが拍手喝采です。小沢さん最高でしたみたいな。じゃあ何なんだ何何何と思って俺絶対あこれやっちゃったなと思ったけどねわざと教えなかったんですか。いや本当そう思ったんだよだから本当にそう思ったのこれできてたんじゃねえかなと思った俺みんなでグルになって褒められちゃった、ね、俺にとりあえず説教なりなんなりするっていうのが出来上がってたんじゃないのか裏でストーリーがなんかついてるよ今も本当にそのなんつうの怒った言われたことに対してじゃなくてなんかしてやられた感があってさ虎同士でそういうバチバチになることあるんですあるらしいね岩井さんって人となんか喧嘩になる回がバズるらしいよまんまとこの回じゃんみたいなねあれは台本があったんじゃないの裏で社長以外の他の虎の人は何回か出たあもう何回も何回も出てるからもう内容も何もかも分かってる放り込まれちゃったんですね放り込まれたその楽屋とかも撮って共同でしたとかみんなで何か話してますやっぱ俺なんだななんかやっぱ喋んの俺なんだな俺が主役みたいになっちゃってでもちゃんとね本の宣伝とかさせてくれたからまあそれはそれで、まあ、俺も頑張ったなと思ったんだけどねすげえ疲れた半端じゃないそうなんでしたまあいい経験にはなったよねまあ面白かったっちゃ面白かったけどねありがとうございますあーかっこいいすごいはいありがとうございますありがとうございますじゃあタバコ吸おうその後よもうイライラしてるじゃん俺ね、はい、だから中野に友達がいるんだけど中野で家で飲んで終電間近だった電車乗って帰ったら人身事故だで帰りながらちょっと俺もちょっと迷ってたちょっとそこでちょっともう寝ちゃったんだねでパッと気づいたら日野だったのうわ一駅俺探したって降りたらもうブルーシートだねからもう列車の前にないやもう日野駅よだから昨日の人身事故俺が降りたらもう救急隊から見たことないねローマ字4文字の救急隊が先頭車両でなんかガチャ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 やってる、ね、電車もあれば立川まで戻りたかったけど動くはずがないじゃんねそんな電車だからタクシーで帰ったもったいね4000円もかちって亡くなった方もねかわいそうだけど俺も散々だったけどまあ令和の虎もねあんまり見てほしくないかもしんないでもめっちゃ楽しみ楽しみまあよろしくお願いしますついに角川から私の本が出ます、てっぺんとろうか中卒40歳年商14億円経営者の失敗から学んだ成り上がり論出ますなんか恥ずかしいよね自分の本でね初めて読めた本ですねそう人生で自分が初めて読めた本、ね、本なんか本当に読めない全国の書店で面出しで置いていただけるそうなので角川さんだからなんかいいとこに並ぶと思いますあの全国の書店さんもしよろしければ私あのサイン会とか行けたら行きます3月27発売、2月5日からかなあのアマゾンのリンクが貼られるっていうことは予約ができるっていうことでもアマゾンは本が予約できる、だそうですぜひ皆さんたくさんのご予約お待ちしておりますよろしくお願いします